今回は4月26日の情報修正で降下時間は 8.1 から 8.5 カウントになったノーマル吉田東洋。四季5ブロックプラス4の号令で斬撃を当てた相手にブロックマイナス3を約3カウント付与。条件なしで構築自由度の高い号令でブロック差もつけれて個人的に大好きなカード。慎重なだけだ。ちょっと痛いじゃない。伏せろ。行くぞ。出過ぎたか。伏せろ。まずい。体が。見切った。力不足か。伏せろ。くれ。犬どもの分際で。四季5ブロックプラス4の標準性能に追加効果をつけば当然優秀やし、局地的とはいえブロック差7をつけられる高いポテンシャルの号令が 8.5 カウントも持続するのは破格なの。黒の里見のようにどんなデッキにも採用できる式の軽めな号令やから、青の環境による陸村、ユカ、明智光秀のどれと組み合わせることも可能で、どんなプレイヤーにもおすすめできるカードだと思うよ。勇者は先祖。行くぞ。見切った。行くぞ。伏せろ。見切った。これが現実だ。受け入れろ。今回は相手に高齢デッキに滅法強い岡大像がおるから、取れる機会は限られとると思うし、ここで勝負していきたい。行くぞ。流派発動。見ろ肩。犬ども、切って捨ててやる。人の切り方わしが教えてやるよ。伏せろ。くれ。出過ぎたか。行くぞ。正しいものが破れ。ちょっと痛いじゃない。違うんだ。私は。伏せろ。犬どもの分際で。流派発動。三の肩。くれ。ジェクショー、ここまでか。流派発動。一の肩。元気解放。諦めてなるものなんだから。任せておけ。伏せろ。行くぞ。まずい。体が。見切った。伏せろ。これが現実だ。受け入れろ。人の切り方わしが教えてやるよ。行くぞ。
見切った。見切った。流派発動。一の型。正しいものが破れる。戦機犬どもの分際で行くよ。人を信じれば痛い目を見るぞ。違うんだ、私は時は楽しんだ者勝ちでしょう。俺がやっちゃる、やっちゃる気に諦めてなるものか。これがわしの運命なんだ。くらえ、これが現実だ、受け入れろ。行くよ。おお、容赦はない。行くよ。出過ぎたか。行くよ。ジェクショー、ここまでか。失せろ。力不足か。出て大丈夫か。行くよ。ちょっと痛いじゃない。まずい、体が。見切った。月はあっちにあんのかよ。今回は2試合やるよ。常に最悪の舞台を想定して動く。くそ、伏せろ。相手になろう。おみゃん。違うんだ、いくら私は。伏せろ。おみゃん。伏せろ。行くぞ、蹴散らせ。おみゃん。蹴散らせ。行くぞ。出て大丈夫か。行くぞ。蹴散らせ。おみゃん。蹴散らせ。ジェクショー、ここまでか。伏せろ。これが現実だ、受け入れろ。蹴散らせ。一の方。見切った。行くぞ、蹴散らせ。くらえや。
見切った。私が倒れては、ゼオオミャン、正しいものが破れるか。犬どもの分際で蹴散らす。うわ、違うんだ。任せておけ。臆病ではない、慎重なだけだ。もう容赦はせず。諦めてなるものか。流派発動。一の型出て大丈夫か。現実だ、受け入れろ。戦機解放。見切った。私が倒れては失せろ。流派発動。三の方正しいものが破れるか。犬ども、切って捨ててやる。蹴散らす。オメアン、失せろ。弱小、ここまでか。犬どもの分際で出過ぎたか。気を逃さず進むのです。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行くものだ。諦めてなるものか。違うんだ。剣は立つ。解放。容赦はせんぞ。出て大丈夫か。これが現実だ、受け入れろ。流派発動。身の方Yeah!
そう信じれば痛い目を見るぞ。違うんだ、私は弱小。ここまでか。傷は浅いぞ。正しいものが破れる。俺がやっちゃる、やっちゃる気に。捕虜になってはいけません。ご視聴ありがとうございました。